汗かいちゃいました。また汗かいちゃった。の私は秋元由香です。私は人力車の車夫を2年半前からしています。人力車の仕事は男性がするものだと思われがちなんですけど、女性もキラキラ輝ける素敵な職種だと私は思っています。私も毎日こうやって笑顔で働かせていただいてます。本当に楽しいお仕事です。はい、っていうのも私運動経験がないっていうことから運転するのがすごい大変で、もう最初からもう人力車落としちゃったりとかすごい大変なことばっかりで、結構やめたいなって思うことがすごい多かったんですけど、今は運転もできるようになってコツをつかんで、お客さんとやっぱ楽しくお話ししたりとかいろいろお写真撮ったりガイドしたりするのがすごい楽しくて、もう今はこのお仕事をできる限り続けていきたいなって思ってます。Inside, I cannot believe she will carry us, but in the end, I'm very happy to see the woman succeed in this job. So I'm very happy to it. One more. Let's go. Let's go.やっぱりまだまだ男性の仕事っていう世間の印象が強いので、遠方から来られた方とかは女の子なのに人力車やってるよみたいな感じで外から見られることも結構あるので、まだまだ人力車女子っていうのが浅草の中では最近ちょっと馴染んできてはいるのかもしれないんですけど、これからもっともっと知名度を上げて女の子でも働けるんだよっていうのをちょっと伝えていきたいなって思います。最初にいた子がかっこよかったんですよ。で SNS で発信したところ、それについてこう来てくれる子がたくさんいて、まあ、そこから今
25人ぐらいの女性まで増えたんで、まあこれからももっともっと、在籍今90なんですけど、もっともっと増やしていかないと半分にはならないんで、まあ、女性が活躍できる働きやすい場所は今後も作っていきたいですね。で今肩開いちゃってるから、あ、めっちゃいいじゃん、いいじゃない、いいじゃない、エクセレント。もちろん友達とか家族とか親戚から反発的な意見もたくさんもらったんですけど、1年前に乗った時のドライバーさんからこう SNS もやってるよって教えてもらって、それ覗いてみた時に、その女性の方が頑張って研修してデビューしてるっていう動画だったり、その画像っていうのをたくさん見て、これ私も頑張ればできるっていう風に自信につながって応募するきっかけになりました。はい、レッツゴー、レッツゴー。かおりさん、今日もお疲れ様です。だってありがとうございます。しこりんさん、楽しかったです。90分乗ってくれて、すごい女の子がね浴衣着て